街で暗躍する謎の麻薬カルテルを撲滅すべく、ある組織が立ち上がった。ロスサントス市警麻薬取締局、通称マトリ。このロスサントスにはびこる犯罪、麻薬に立ち向かう一人の男の物語である。庄司麻薬カルテル編始まりました。庄司おはよう。お、兄貴じゃん、元気してた？今日なんか警察全然いねえな。今日いないよ。今でも麻薬カルテル追ってる。あれか、なんかあのハートの錠剤みたいなやつか。そう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 。あれがクラフトで作れるようになってんだよね。ああ、そうなのか。今ね、もう一個のクラフト錠を探してる。あ、そのどこかで作れる場所がある。そう、どっかで作れる場所があるらしいんだけど、それが全然見つかんないっていう、ずっと探してるけど。え、1個目どこなんだ。おお、なんかおお、エースハイカラビティバタフライ。そうなんだよ。この麻薬ブロック用ハンマーも探して、このカラミティブロックを今探そうとしてんだよね。が多分町のどっかにあるんだよね。これもクラフトで作るの？いや、わかんない。どうなんだろう、わかんない。でもね、クラフト上は全部見てなくて。豆だねお前ありがとうな兄貴。んー、じゃあ行くか。行くか。オッケー。警察は探偵だからね。え、開けられる。あれ、ババア上がった？多分わかんない、聞いてない。ババア先輩寝るって言ってました。ババア先輩なんだ、すごいな。はい、え、待て待て待て、なんだこれは。ちょっと警察の人8182来れます？行くよ。暇な人。え、いいぞ。やばい、ここキャップ、キャップ、とんでもないの見つけました。キャップ、とみんなと一緒に行きましょう。とんでもないです。で、これオフィス入ってください。これ見てなんか思いつきません？これ花の場所だな。そうなんですよ、花の場所なんですよ。で、こう右見てください。この右、ピンク、紫、ピンクで紫があるんですよ。ここ入ってください。ここあ、はー、うー、あれ、お前よく見つけたな。僕もよく見つけたと思った、これ。あ、え、これさっきの今じゃねえか。うん、多分前なかったぞ。ない、これなかった、これなかったんですけど、増えてるんですよ、これ。で、これもしかしたらなんだけど、これ多分写真花なんですよね、全部。あ、ちょっとおい、ジャーニーあるぞ。あ、ほんとだ。この車でちょっと今俺たちが追ってる薬があって、あ、この車の中で作られてる薬があるかもしれないっていう話になって。おお、こっち待って、薬の作り方じゃないですか、これ。俺たち消されねえか、これ。これ多分消されるかもしれない。知っちゃいましたね。気づいちまったな。お前死んだな。いや、俺だけですか？お前が死ぬな。僕だけですか？ああ、俺ら大丈夫。なんでですか？守ってくださいよ。これ、でもこれかなり情報共有になるかもしれない、これ。これちょっとババアいるとき教えてあげた方がいいか。確かに。え、これちょっとあれ、これちゃんと見よう。他にもなんかさ、これなんか新しい花みたいなのない？ちょっとここなんか多分閉鎖される前にこれ全部写真撮っときましょうか、これ。よく見つけましたね、本当に。いや、さっき兄貴と話してて、ついでここ寄ってみようと思ったら。うん、ちょっと行ってみますか、紫の場所。これ行こう、ヘリで行こう。で、前までここ開かなかったんすよ。いや、あのね、これはね、実はね、2月前は開いたね。で、あれはなかったはず、ああいうのは。うーん、追加されてるはず。いや、とんでもないっすよ、マジで。
よくここ入ったね。いや僕も本当になんかそういえば入ってみようって思って、うん、行けるかなと思ったらドア鍵開いたんであれって思ってだいぶ面白くなってきましたね。そうだよな。てかここのエリアやばくないですか。闇メカの闇メカもあるしカルテルもあるし、ちょっとここら辺一旦一瞬見てみます。一瞬見てみますかこれ。そうだな。なあんまり操作遅くなるかお前。あんまり人数多い状態で操作すると敵にバレるかもしれないから。確かに。だからまずは紫見に行く方がいいかもしれない。今日。オッケーです、オッケーです。行きましょう。みんな本性を変えろ。紫見に行こう。これヘリで見ていこうか。あ、了解。麻薬カルテルだ。いやなんかあんのかな。ちょうど今現着したんだけどこの辺のどっかかな。僕下の工場見てくる。うわなんかありそう、なんかありそう。これ見つかった。いやもう山っすね。だよね。ちょっと見るわ俺も。あ、見つけました。見つけました。どこですか。あ、見つけました。ヘリじゃないと来れないです。ここナイスだ。ドンピシャでした。まるで前から知ってたような感じで見つけたんで違いますけど、はい、見つけました。え、ちょっと行きますね。ナイスー。だ俺の、俺こっち陸行くから来てもらっていい。あ、了解。ヘリで行きます。ナイスすぎギャップ。麻薬カルテルここまで進む。マジ僕らのシグナルで分かりますよ。どこだ。めちゃくちゃね近いし。ここにあるの。なんとなくあの見に行ったらここは怪しかいと思って見に行ったらそこだった。離れ小島。そうそうそう。いやキャップナイスすぎ。やるー。ここじゃねえとねと分かんねえ。青花と同じ要領でここじゃねえと思ったらあった。ゲージの勘ってやつかい。まあね、たまにしか発動しない。眠ってない方の心って言われるけど眠ってない方の心。あ、ほんとだ、これあったあった。あ、対話あるわ。エースフラワー、これドンピシャっすよ。じゃあお前罰金だ。いや待て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 。これ拾っとこう。いやこれガチでありますよこれ。これ熱いぞ。でもここギャングも来てないんで、ギャングもまだ知らない情報じゃないですかこれ。わかんない。どうなんだ。エースって書いてあるしな。エースはいかなってことは、キャップ、キャップ、うん、これエースフラワーじゃないですか、うん、エースハイってとこあるじゃないですか。ああってことはあと2つありますよ。いやそうなんだよ。だからバタフライとカラミティあるってことなんだよ、はい、そう。あと2つどっかに眠ってる。あ、こんな感じでってことか、うん、そう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 、そうなんすよ。なるほどな。皆さん、花初めて見るこれ。そうですそうです。多分ここギャングも知らないです。人は見た目によらないって言うだろう。庄司でかしたぞ。庄司でかした。ありがとうございます。これは早急に警察で押収しましょう。これキャップ渡すんで作ってくださいよ。じゃあ俺とキーボードで作るか。みんな帰っても大丈夫よ。俺取っとくわ。了解ですよ。了解。いやだいぶ行きました。よく見つけれたな。てか何この変なアジト。でしょ。石油。アジト？ああ教えましょうか場所。うん。じゃあ一緒に行きますか。で、これ上から順番に左の写真が青花、赤花、黄色花。え、どこに。ほんとだ。この紫のところにエースなんちゃらって書いてるよ。ほんとだ。 AH って書いてある。ちょ、よく読めたな、すごいな。で、面白いのがこっち入ってください。ここです。麻薬カルテル編です。おぉ、何してんの。あ、今さっきのアジトのところにいます。なんか調査、調査っすね。薬いっぱい取ってきた。はい、ナイス。で多分ですけどキャップ普通に多分作れるんじゃないですかね。衛生所でいけそう。ただ材料がわからんけどね。確かに。
あー、なんて書いてるこれ。あー、あ、あゆ。アルチェミ、アルテミ、アルチェミ、アルチェミ、アルケミです。アルケミ。クエストみたいな。待って、行かないで。アルケミリキッドかもしれないです。じゃあ行かないで。で、これ、もう。ちょっとヘリ取られた。あ、でもこれ作るのにめちゃくちゃ。誰に取られたんですか？ハルファー。キラーズ取られた。充電とか。ちょっと待って、キャップが。大丈夫ですか？今向かうっす。やばいっすね、それだから情報取られたかもしれないです。キャップ今どこだ？まずい、薬の中入ってる。今行きますね。今キャップどこいます？ショーにいるけど、ちょっとヘリ取られた、ごめん。普通にヘリの移動しようとして、トランク入れとって、エースが取られた今。まずいです。まずい。ちょっとみんなヘリ出してヘリ探しましょう。ちょっとわかりました。これいいんじゃないの？これちょっとまずいっす、これ本当にやばい機密情報入ってます、うん、本当にやばいから早く捕まえないといけない。新しい花です。新しい花の情報が詰まってるんです。だいぶやばくない？やばいな。だいぶやばいですね。タイミングすごくないですか？ね、うん、たまたま警察署にわざわざ入ってきてヘリ盗んだってことだろ。狙ってたんかね。そうだよ。やばい。全然いないですね。盗んだやつの候補とかわかる？いつも盗んでるやついるなら。オールインか、オールインか。いやー、ほんと申し訳ない。じゃない。いやー、どんまいどんまい。いやー、また。これ、ここら辺に車ない？あの豆辺に見てみます？どこにある？今右の方にあります。S の方向に。なんかヘリコプター止まってる。どこ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 。黒のヘリコプター、これじゃないか？全然。何番 DTWH 調べてみてください。 KO じゃない。 KO 盗んだ可能性高い。盗んだの KO の可能性高い。ここに豆減り落ちてて KO で誰も人影がなし。ちょっとあれっすね、盗んだの KO の可能性あるかもね。やろやのアジト行ってみる。砂漠とかいろいろ見てみたらいいかもね。天王の家みたいなの知ってるわ。そこ行くわ。おー、俺もついてくわ。あるかな。 OK、 北のね、ちょっと待ってね。いや、警察ヘリはないですね。砂漠の方行ったらない。一回行ってみよう。砂漠の方、砂漠の方ありそう。いや、取られるのまずい。キャップが珍しくガチへこみしてる。そうだよね。キャップが。キャップがやばいです。あれ？お。キャップもう発砲 OK ですか？一回はこれ発砲 OK だろ。キャップ発砲 OK ならピン一回ちょうだい。ダメってことですか？あ、ヘリが落ちてる。キャップ撃たれたならピンください。 あ、これやっぱヘリだったんだ。やられたんだったらピンください。こうか。オッケー、事故？事故かい。事故っぽい。事故。じゃあもう、びっくりした。このタイミングクソピリつくからやめろ。事故。俺死にたくて死んだんじゃないんだよ、ごめん。何があったんすか？何があったんすか、キャップ？チンパンドするよ。もうごめん、もうちょっと頭も痛くて、もうちょっとマジでぶつかっちゃった、ごめん。キャップキャップ、よしよし、ごめん。いや、キャップキャップ、でも大丈夫っすよ、そんな謝んなくて。でも結果どうしようもねえだろう。なんかちょっとだからね。いや、キャップ大丈夫っすよ、本当に。だから僕らが何とかして繰り返すよ。キャップが本当にへこんでキャップがキャップ気にするな。キャップ気にしなくていいよ。砂漠にキャップがキャップガチへこみ。キャップさんがあんな感じなの珍しいですか？見たことない。ガチへこみしてる。申し訳なさが多分勝ってんだろうな。そうだね。庄司いんの？ありますよ。
今ちょっとマルンさんに場所を教えるんで一緒に行きましょう。いやちょっと大丈夫今、あそろそろ寝ようと思って。あ了解了解、すまんな今日は。ありがとう。いや全然良かったっすよ全然。いやお前が見つけてくれたのに申し訳ない。いやいやそんなことないです。こっから衛星じゃついてなかったら泣いてたわ。ありがとう大丈夫っすよキャップ。じゃあキャップ、みんな優しいんだと思って男泣きしてたわまた作りましょう。いや兄貴と庄司の日野蘭の掛け声がいい人すぎて泣きかけちゃういや別に責めるつもりないっすよ。事故った時みんなが優しくしてくれたからさ、ちょっと半泣きやったもん。なんか人間の心あるんだよね。いやキャップはもう警察の仲間っすから、一緒に検挙しましょう。キャップ、ああひろなもありがとうな。はい、おサンゴお疲れ様です。あくびしながら言うな、はい、今日俺のヘリを盗んだやつを殺しなさい。うん殺しとくわ、はい、じゃあねやりましょう。叩きは通るでな。ちょっと寝ます。あれお疲れ様でした。キャップお疲れ様です。